こんにちは今回はね、動画の量産についてお話しようかと思いますけども、あの、やっぱりね、基準値の一つとして、儲からない人とか、プロになりきれない人って、基準値低いんですよね。私から見るとですよ。やってる本人からしたら、こんなにやってるのに、こんなに頑張ってるのに、こんなにたくさんやったのに、量産したのにっていうかもしれませんけども、まあ万という単位でね、やっている、1万、2万、3万という単位でやってる私たちから見ると、 数百とか数千ってまだ数じゃないよねって感じなんで頑張ってることは認めるけどもやってないとは言わないけどもでもそれはやってるというレベルには見えないよねってことなんですよねこの辺をいたわりながら表現するんで伝わりにくいと思いますけどもまあほぼほとんどの人は何もやってないのと同じですよだって 100m 走をね 100m 走を走るのに 100m 走か 100m 走を走るのに1日に1歩進んでますと。 進んでなないいとは言わないよでも一体いつゴールするのって話じゃないですかでも 100m 走を10秒で走る基準からすると私は吉谷さんも全然叶わないですよねそれこそ 100m を10秒で走る人に向かって私たちは30秒以内にゴールするのがまあいいとこじゃないですか22秒とかね20秒切ったらすごいなーって自画自賛するぐらいのレベルですよでもアスリートからすると10秒切るのは当たり前じゃないですか そこを目指してやるわけですよだから自分が何者になりたいのかってことなんですが YouTube の量産で言えばね吉谷さんあのまあ逆に言わせて頂けると私は吉谷さんのレベルぐらいで自分のことぐらいは賄えるんですよで別に100万長者になりたいわけでも何でもないと思うんで多くの方はじゃあ私とか吉谷さんがやってるレベルでやれば十分ですよもうそんなにね100万目指せとか言いませんし 1 0 0ル1 0秒切ろうなんてこと言いません。20秒切るぐらいでいいわけですよ。だから、普通に生きていたら、普通の人生が待ってます。でも、一部の人しか送れないような人生を目指してるわけでしょ。じゃあおかしくないですか。そんなのできるのは一部の人だけですよっていうのは。あの、一部の人になりたいんでしょ。そんなのできるのは一部の人だけですよになりたいわけでしょ。 そんなのできるの一部の人だけですよって言ってその一部から抜け出すことを考えてどうするんですかってことですよねまあ量はつきものでしょうね月給25万とかいや月給手取り14万もらってる人お前が終わってんだよって人も10年間働いてるわけですよ継続して14万のために10年間継続できる根性があるんだったら10年間 YouTube 継続したら14万では終わらないですよ それはもっともっと稼げますからもっとやりたくなるんじゃないですかねいいってらっしい